アッコ、コンタの近頃気になるこんな話題。皆さんこんにちは、アンです。コンタです。はい、ポンちゃん、だいぶコロナウイルスが、ね、蔓延してきて、周りにね、もうかかってる人がいるっていうのはもう現実になってきましたね、はい、なってきましたね、はい、しかもね、先にこうかかってる中国とかの例を取ると、こう1回かかっても2回目、3回目ってまたこう来るそうですよ。もうその間にこうウイルスがね、変異してしまって、人間のこの免疫のその覚えるということが全くできなくて、だんだんかかればかかるほど今度重篤化していくっていうんですね。まあ僕は思いますけどね、これもう全人類がかかるんじゃないかと、まあ、全人類がかかるという前提で対処した方がいいんじゃないかと、まあそう思う頃です。はい、それでね、前回にやはりこうミタール・タラビッチさんという19世紀の預言者さんがね言ってた、はい、治療の鍵となるものは人間自身の中や周辺にあるので、でも誰も気がつかないという話です。人間自身の中にあるというものと考えたら、これは本来持ってる免疫力、はい、でそういう免疫力をどれだけアップしたらいいかという、まあ、その方法として前回にね4つご紹介しました。1つは体温を上げてあげること、ね、お風呂よく温まった後 に顔を水につけて、あと手と足に水をかぶせて寝るということ。そうすると体温が上がる。体温が1度上がると免疫力は 37%、 まあ簡単に言うと 5,6 倍も上がると言われてます。それでね、昔の日本人はね、やっぱり体温が高かったそうです。まあ平均でね 36.9 度ぐらいあった。 36.9 度、はい、だからね、そう簡単にねウイルスとかね風邪にやられてなかったみたいですよ。でも現代はこう結構あったかいところでぬくぬくとこう生活しているパターンが多いので、その人間がね自分の体を燃やして温めろっていうね必要性がなくなってしまったので、昔の子供ってほら寒い外で遊ん で家の中入ってきて鼻水垂らしてね、それでも風邪ひかなかったですよ、はい、それはねやっぱりね寒いところで遊んでるから体がね燃やせっていう、こういつもね脂肪燃焼の力がすごかったんですね。それがイコール免疫力につながってたっていう、まあそういうことなんですよ。それでね、現代人はどうしてもなかなかこう体温が上げられないっていう、そこでね、いい話を小耳に挟んだんです。いい話？はい。誰でもこれを飲むとね、体温が急上昇する。で、まあこれ漢方なんですけどね。漢方？はい、漢方。僕はね、うん、そのもう薬は自分の体をね、もう弱めると思ってるから、要するに自分の免疫力でどんな病気も治そうと思って、もう30年ぐらい薬って飲んでないんですよ。はい、だから、まあ、薬に頼るっていうことは一切ないんですけど、もうここまでね、ウイルスが蔓延したら、もう全員かかる。で、そのうち体力の弱ってる人、まあ、はっきり言うと体温の低い人は、もう死に至ってしまう可能性が非常に高いんで、これはもうなんとかね、ヘルプミーの助けがないと難しいという、もうそういうところに来てると思うんですね、はい、それでおまけにね、このウイルスがね一回この体に入るじゃないですか、抜けないんですね。抜けないで治ったなって、まあ例えば検査をして陰性っていうふうに言われても、実際は水疱瘡のウイルスとか肺炎のあのウイルスっていうのはそうなんですけど、体の中に小さくなって残ってるんですよ、肺がみたいになって、種みたいになって、それ違いますよ、ウイルス違いますから今ちょっと唾がね引っかかっちゃって、喋ってたら唾飲み込んじゃって、違う自分の唾で自分でむせたんですね、はい、まあ、そういうことは、ね、はい、今のウイルスじゃないですか、ね、そういうことでね、水疱瘡の菌は皆さんもよく知ってる通り、一回水疱瘡かかるとずっと神経細胞の中に潜んでるんですね、まあ、種みたいになって、でそれが体の免疫力が落ちてきて、まあ、ちょっと年取ってね落ちてきたなっていう頃にまたブクブクブクっと出てきて、体調が欲しいとか、そういう現象を起こすんですけど、今回のウイルスももう一回入っちゃったらもうお友達ですよ、もう
最後死ぬまで一緒、死ぬまで一緒、はい、それで周りにもこう撒き散らしに、撒き散らしていくというもうとんでもないやつです、ね、だから、ね、まあ、今の世界人口が、ね、全員になる。そして最近 の、 あのニュースではワンコちゃんにも移るというんですよ、ね、大変。ただワンコちゃんは人間よりもちょっと体温が高いしね、もともと免疫力が強い。でも現代のワンコちゃんはやっぱりね、缶詰とかね、その綺麗なものばっかり食べて、で家の中で飼われてて、あんまりその寒いところに出てないっていうのはね、これ人間と同じなんですよ。それでね、やっぱり発症してる、そういう感じがしますね。そこでね、体温を上げるすごいものをね、ある筋から聞きまして、試しました。それはなんとこれです。麻黄湯。麻黄湯、はい、漢方薬なんですよ。漢方薬、まあ普通にね、薬局さんで売られてます。これある筋の方から聞いたんですが、この麻黄湯は買っといた方がいいよと言われまして、それで、え、そうなのって見て、まあ抗ウイルスとかね、風邪の初期症状とかにこう効くって言われてるんですね。でどんな風に効くのかなと思って、まあ昨夜ポンちゃんと僕で、ね、飲んでみました。そしたらですね、飲んで15分ぐらいしたら、なんか体がね、ポッポポッポッと熱くなってくるんですよ。なんかすごい体温がドロドロって上がる感じですね。それで、まあ、いつものようにお家帰ってご飯食べて、まあ、お酒飲んでね、まあ、寝ましたね。で 寝て、それ普通でもね、ポンちゃんと僕は、まあ、水かぶったりしてますけど、体温は高いんですよ。もう、もうもちろん電気もそんなの一切なくて、でその体温の高いポンちゃんと僕は隣同士でね、ちょっとでもくっついたらもう熱いっていうぐらい、すっごい体がもうひだるまになってましたね。ひだるま状態の熱さ、あれは免疫力がね、50% から 60% ぐらいアップしてたと思います。はい、それぐらい熱くなるというこの麻黄湯、アントポンタのこの見ていてくださる方はね、いち早くこの情報が聞けるし、これテレビでも他の YouTuber さんでもおそらく皆さんまだご存じない。でもこれが効くっていうことが分かったら、あっという間に市場から消える可能性もあると思うんですよね。ぜひ身近な人を助けるために、自分も予防するためにもこの麻黄湯を買って飲んで寝ればね、まあ感染しても発病しないということです。おそらくこのコロナウイルスはほぼ、ね、全世界の人が一度は感染する、そういう恐ろしいで、感染したらもう周りに待ち合う、ね、だからもうお友達になるしかないんですね。コロナウイルスちゃんとお友達になって発病しない体を作りましょう。まあそういうことなんですよ、はい、いかがでしょうか、ね、まあそういうことで、皆さんぜひコロナウイルスに負けない体を作るための麻黄湯、麻黄湯、近しい人には教えたいと思います、ね、私はこれで商売してるわけじゃないけど、これはね、もにょ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 というところが作ってます、まあ、日本で普通にね、今は薬局さんで売られてますね、すぐなくなりますから、ね、大変ですよ、ね、ということで、アントポンタル、ね、緊急ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。それでは元気でバイ。ウイルスに負けるな。新しい世界はもうすぐ来るぞ。みんなで頑張ろう、ね、さよなら。みんなで行きましょう。